ございます。ネイチャーセリフ講師の下田です。今日は受講生さんの、小出さんに、タミーインタビューをさせていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単にお仕事であったりとか、はい、はい、NPO の仲間と科学の実験講座をファミリー向けにやってます。あ、はい、ありがとうございます。ずっとその仕事をされていらっしゃる。もともと学校の教員をしてたんですけど、はい、もうなかなかもう、ね、先も短くなったなと思ったので、もう思い切って早めに退職をしまして、はいはいはい、もうそちらの道楽でやっております。あ、はい、ありがとうございます。今おいくつ？55歳です、ね、55歳。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、担任はそのいつ頃興味をお持ちいただいて？1年半ぐらいかな。いつ頃開始されました？ちょうどその頃に、はい、説明会で、はい、始めました。小出さんはいつも何時に寝て何時に起きられる？2時に寝て4時に起きてます。2時寝の4時起きの、はいはい、2時間制に、はい、夜も朝も結構時間があるような。あ、そうですね、はい、そうですね。ちょっとお仕事も何ですか、科学とか、はい、ちょっと面白いの先ほど、まあ、見せさせていただいたというのは、はい、あるんですけども、はい、どんな、なんて言うんでしょう、起きてる時間で活動されたりとか。そうですね、どういう生活ですか？朝は、最近は体を動かすイベントなんかにも参加させてもらったり。 ありがとうございます、はい、そうですね、ウォーキングはできるだけやるようにして、うんうん、朝体をまず動かすところから始めて、すっきりとこう行動できてるかなと思ってます、うんうん、日中はもう頭使う仕事をできるだけやるようにして、うんうん、夜は作業を中心ですかね、うんうん、そういうような形で実験講座の道具の準備をしたりだとか、うんうん、チラシの仕分けをしたりとか、うんうんうん、あまり頭使わないで作業するようなことが割とそういう時間でできているので、非常に有効に時間が使えているかなと思っています。小出さん、はいはい、結構時間がなんて言うんでしょう、一般的な方よりあるんじゃないかなと、はい、思うんですが、何かこう特技とかってあったりしますか？実験の講座を道端でやるようなこともあるので、それでいきなり実験しても人が集まらないので、うんうん、ちょっとジャグリングを趣味というかそんなことで、うん、やっています。そのタミーで生まれた時間の中で練習もできているので、うんうん、でもなかなか上手にはならないですけど、うんうん、はい、そんなことでやっています。ありがとうございます、はい、よければジャグリングで今日とか。じゃあちょっとつまらなくても皆さん拍手をお願いします。はい、まあ、ぜひお願いします。はい、はい、黄色いボールにしか注目。おお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 。フェリサンジョグリングありがとうございました。はい、私は全然できないんですけど。今後またもっとやっていきたい活動とかあったりもするんですかね？あ、はい、そうですね、今やってる活動がとっても楽しいので、はい、まだ私たちの実験講座に来てない人にね、一人でも多く来ていただけると嬉しいなと思っています。はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、短眠とか、まあ、睡眠のコントロールとかしたいなとか、ちょっと興味がある方に何かこう一言ご感想と言いますか、はい、アドバイスと言いますか、 あれば、はい、そうですね、はい、私もこのぐらいの年なので、はい、もうの残りの人生を考えるようになったんですね。やっぱり人生は時間でできていますので、はい、担任で生まれたその人生の時間がこう長くなるっていうのは本当になんか幸せな気持ちになってますので、ぜひ皆さんも、人生を長く楽しめるように、できたらいいかなと思いますので、はい、よかったら一緒にやってみませんか？ありがとうございます。はい、小出さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。以上で、受講生さんインタビュー終わります。でご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。